今回皆さんに聞いてみたいことが一つあるんですけど、もし自分がね、ハイチが皆さんが通っている学校に講演に来ますと、講演会にね、来るとした時に、どんな話聞いてみたいですか？っていうのもですね、明日とある公立中学校で生徒さんと保護者の方の前でちょっと講演会に行ってくるんですけど、まあ、明日のテーマはね、もちろんもう決まってるんですが、皆さんがどういう話聞いてみたいかなっていうのをちょっと聞いてみたくって、よかったらね、コメント欄に書いてみてください。改めましてどうもハイチです。今回はですね、皆さんスマホ持ってる方ね、多いと思うんです。で、勉強の邪魔になるというかね、まあちょっとスマホ見たくなっちゃうなっていう、ちょっとじゃないかなね、勉強してるとスマホ見たくなっちゃうっていうこともあると思うんですが、その時に簡単にブレーキをかける方法が一つあります。それをね、今回ね、自分も実際に今実践してる方法なんですが、紹介していきたいと思います。で、その方法が何かっていうのは、もうこの自分のね、スマホの実物見てもらったら早いと思うので、ちょっと出しますね。自分のスマホのロック画面です。どうぞ。サボるな、今日の時事って書いてあるんですね。まあ、汚い字でちょっと申し訳ないんですが、まあ、これはスマホに入ってる、まあ、自分 iPhone 使ってるので、 iPhone のメモ機能を、まあ、手書きで書けるから、それで書いたやつをロック画面にしてます。で、この今日の時事っていうのは、最近ツイッターでですね、1日1つ時事問題を投稿するっていうのをやってて、まあ、それをある程度続けようと思って決めてるんですね。で、どうしても忙しさにかまけるとですね、忘れるんですよ。だからそれを絶対忘れないようにするためにこのロック画面にしていると。で、その前だったりすると、例えば今日やらなきゃいけない仕事、今日はこれを終わすとか、この編集をここまでやるとかっていうのを書き出して、もうロックね、それをロック画面にして、ついね、このスマホでゲームをしてしまいたくなったりとか、まあ、自分インスタやってないですけど、まあ、女の子とかね、まあ、みんなだったらインスタやりたく、見たくなっちゃったりとかした時に、一回そこに入ると、YouTube もそうですね、一回そこに入ると気づいたら10分、まあ、10分ならいい方だよね、30分、1時間って経っちゃうと。で、あ、今日これやるつもりだったのに忘れてたってなっちゃうじゃないですか。だったら、その思い出す、今日やらなきゃいけないことを思い出す瞬間をとにかく増やせばいいんです。そのためにロック画面に、その自分へのメッセージというか、自分今日やんなきゃいけないことを一覧にしたものでもいいですし、サボるなとかね、そういったメッセージでもいいので、これをぜひやってみてください。あとですね、これ自分が書いたものでもいいですし、まあ今日やるべきことはさ、自分でしか書き出せないんですけど、メッセージ、サボるなとか、勉強しろとか、頑張れとかね、そういうメッセージって、おそらく自分で書いたものよりも、まあ、みんなだったら友達に書いてもらったものを交換するとかでもいいですし、今日ね、この動画に関してはツイッターにまあリンク貼ってる時に、その、まあ、そのリンク、同じツイートに貼れてるかはわからないんですけど、今日自分がね、手書きで書いたものも、ツイートしておきますので、よかったらそれ使ってもらっても構わないんですが、こうメッセージ系とかを、まあ、いろんな人、その知り合いとかに書いてもらったのを使うのもかなり有効です。で、気をつけてほしいのがですね、人間って飽きるんですよ、慣れるんですよ。例えば、俺じゃなくてもね、いろんな人の、まあ、なんかメッセージをもらったりとかした時に、みんな頑張ろうって思う瞬間あるじゃないですか。心の中でやるぞって、このやるぞっていう炎ってめちゃくちゃ消えやすいんですよ。持たないんです。持続しないんですね。だから今このロック画面でやるぞって思ったとしても、3日ぐらい経ったら効果が薄れてきます。で、自分の中で、あ、ちょっとこれ慣れてきてるな自分って思ったら、早急に変えちゃいましょう。いろんな人、まあ、まだね、種類はないでしょうけど、友達だったら私書いてもらってもいいですし、まあ、自分がね、ツイートしたやつを使ってもらっても構わないので、まあ、自分でね、今日やるべきことを書く人は毎日毎日それを更新してもいいので、ぜひスマホが勉強の邪魔になってる人は、ロック画面をうまく使って、それで必ず止まれるわけではないんです。でも一瞬ブレーキはかかります。そのブレーキが毎回毎回効果じゃなくても、10回に3回止まれたら、3回分は効果が出てるのでプラスになるじゃないですか。それがもしかしたら3回の人もいれば、7回、8回、9回って効果的になる人もいるはずなので、ぜひロック画面とか、まあ、ホーム画面でも構わないんですけど、その辺をうまく使ってブレーキをかけて勉強効率を上げるというか、勉強のリズムっていうところをうまく作れるようにやってもらえたらと思います。